雑談でもするか。世界大会でピノさんとおられんじゃねマジで。あの人俺のこと好きだよ多分。普通に女として見てるわ。配信見に行く？コメントするわ。見てるこれ、見てるかな。どうしたんすかクリアさん。嬉しそうなんだけど気持ち悪い。気持ち悪いとか言っちゃった。配信終わったと思ったわ。いや可愛くねピノさん。可愛いってコメントしようぜ。ただのけさん、サブスク、ありがとうございます。ナイス。ナイスギフト。おもれ。気になるから。チラチラ見てない？チラ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 見てる？なんかロイヤルベヒーモス、違うロイヤルベビーモスだこいつ。ちょっと嬉しそうだね。ミニオン。可愛くないよなんて。確かにこいつらさ見下しまくってるよな。いや頭抱えて。どうしたらクリアさ。赤くなってないこの人顔。顔めっちゃ赤くなってない？どうかしちゃった？赤くなってんだけど。ああ赤くなっちゃった。あ俺は発動してない。俺は発動してないです全然。本当だよ。なんか朝くらいなんかツイート回ってきたよ。ピノタは素人が好きみたいな。言ってたもん。言ってたからねこの人。今実際そうですけど。実際そうですけど、ちょっと今
見るのやめるか。なんか ALGS10 分前ぐらいに、10分前ぐらいでめっちゃ大事な時間なのに、なぜか AV の話をしてて俺ら。いやそうだよ、十何分話してよ俺ら、10分ぐらい話してんじゃないの。1回10分前にやばいからね普通に。俺ら何してるんだって言ってたもん。それで17位だからな。そうだよ本当に、君のせいだよ、変な話するから。それのせいと言っても過言ではない、君のせいだよ。あーやべえ、何やろうかな。 GTA5 ストグラ行く。ストグラ、いやダメだわ、俺ストグラのことなんか 言ってたからダメだわ。やったらダメ、ストグラ荒らしに行くか。いやいやダメだな、炎上すんな、大炎上もしてもいいよ、もう全然いいよ、俺すべてを捨てる覚悟できてるから。アーマーなしランクの時は覚悟で、俺その時確かリグナイト入ってたよね。チームに迷惑かかるから確かやめたんだよね。でもフェンネルなら大丈夫、フェンネルなら大丈夫、フェンネル炎上に慣れてるでしょ。あ、こんちゃんが全部拭いてくれるから。お母さん会ったことあるよ、ピノさんの。クリさんって言われたもん俺、フェンネルベースで。モーモン家族にも会ったよ俺、弟と母さんと父さんはおった。俺の親だけ来てなかったね。ピノさんのお兄ちゃんにも会ったな。俺だけ来ない。それであったイベントがあることすら知らないもん俺の家族は。なんなら弟未だに分かってないと思う、俺が Apex のプロやってるみたいな。弟知らないよ、親父も知らないと思う、かおっかさんだけ知ってる。マジでおっかさんだけ知ってるわ。言ってたもん、なんか世界大会見に行こうかなっつって一人で、で世界行ってるの知ってるよ、さすがに言った。あのね、俺前実家に出てた時にスパン終わったからさ、その時俺めちゃめちゃ泣いてたんだよ。多分お母さん配信見てて、俺が東京に帰る時にめっちゃなんか長文送ってくれて、電車で俺普通に泣きそうになったもん。絶対諦めんなよっつって、手は治るみたいな、手まず治せっつって。終わるか、そろそろやばいわ、やりすぎだわちょっと。待て待てじゃないだろ、普通にやめるぞ俺、やりすぎだろ、飯食わないといけないもん。やばいやばいやばい、マジでやめる。ピッサンにレイドするわ俺。レイドどうやってすんだっけこのゲーム、このスイッチ。ちょっと待て、別の人にやっていい俺、誰かいい人いる？那覇さんとか、那覇さん行っていい？やるよ、やります、レイド開始、ポチッ。あれもう俺の声聞こえてないのかな、俺の声って聞こえてる？これどうすんの。あ、じゃあ皆さんお疲れ様でした、レイドします、お疲れっす。あれ？あ、お疲れです。